はどういった動画でしょうか。はい、今日はですね、まあ、不朽の名作、はいはい、このマーチですね、はいはい、まあ、マーチって言っても、はいはい、なんかまあマーチのイメージって、いや、これマーチなんですか。そうなんです。全然メーカーとかも、はい、これはね、あの日産、ここ日産って書いてあるでしょ。日産、はい。確かに、はい、ちょっと見えづらいですけどね、はい、これ日産のマーチですね。実はもうあのラリーカーじゃなくてノーマルなんですよ。はいはい、はい、だいぶ古いように見えるんですけど、まあそうですね。まあでも本当にこの方は実は前のオーナーはワンオーナーで、新車からこれずっと、はい、先日まで乗られててですね、はいはい、実は僕の方が、まあ、これを譲り受けたっていうような形で、はい、購入させていただきました。ああ、なるほど、はい、で、この車なんかただの古い車じゃないんですか。いや、これはね、実はスーパーターボっていうグレードがありまして、はいはいはい、そのスーパーターボ、これはですね、ここに書いてあるでしょ、スーパーターボ。スーパーターボ。はい。ああ、本当ですね。はい。これはどういうことかというと、はい、まあ、いわゆるターボと、スーパーチャージャーがついてる、はい、そんなすごい車なんですよ。両方ついてるんですか。そうです。なかなかそんな斬新なことをやっぱりね、このメーカーが市販車でやるってなかなかないでしょう。確かに、はい、あんま聞かないですね、はい、そのターボとスーパーチャージャーが両方あるっていう、そんなね、なかなか車ってないと思うんですね、はいはい、でその中でですね、これ実はね、R の文字がちょっと消えちゃってるんですけども、はい、こいつはさらにもっとすごくて、はい、その R の称号というか、はいはいはい、マーチ R って言うんです、はい、そのマーチスーパーターボじゃないんですか。違うんです。マーチスーパーターボは実はマーチ R があまりにも行き過ぎてて、はいはい、一般の人にはちょっと受け入れられなかったので、すごく、まあ、やりやすい、まあ、売りやすい意味合いでマーチスーパーターボっていう、はいはい、グレードを作ってですね。あ、じゃあこれはマーチ R っていうですね、 R の称号はどういうことか言ったら、さらにこれにクロスミッションがついてるんです。それノーマルで。ノーマルで、だからスーパーチャージャーって言ったら、はい、そのダッシュ力がいい、はいはい、うん、でなおかついわゆるそのクロスミッションがついてるから、はい、まあ、正直一足なんかは、まあ、僕らがラリーでこの活躍してるのを見てた時代っていうのは、はい、まあ、いわゆるそのワンワンワンって言って、まあ、変な話、もう全開走行したら、はい、もうその場で足踏みみたいな状態、はい、だからもう2速からようやくスタートするような、そんな風な感じなんですね。なるほど。じゃあ純正でもそんだけ走れる装備がついてる。そうなんです、はい、なんかでも見た目はそんなにって感じなんですけど。そうですね、これこういうのをね、羊狼っていうんです。羊狼、はい、どういうことですか。羊狼、いわゆる羊の皮をかぶった狼。おぎやはぎのね、はいはい、愛車遍歴っていう番組があるんですけども、はい、実はあれ結構僕好きで、はいはい、よく見てるんです。はい、あ、じゃあそこで紹介されてた。そうです、そうです、はい、それで紹介、あの時はね、まあ、確かマーチスーパーターボを紹介してたと思うんですね、はいはい、で R というこの称号のさらにクロスミッションっていうのがこの車です、はい、なるほど。じゃあこれ競技ベースグレードみたいな感じ。そうです、そうです、はい、なかなかね、メーカーさんがそういう競技ベースグレードっていうのをね、やってなかったんですけどもね、はい、まあまあまあ最近ちょっとね、時代がまた変わってきて、はい、まあ少しずつね、まあ、そんなことをメーカーさんが、競技ベース車両をね、出してくれるように、まあ、今度もね、なんかヤリスで出すようなことも言ってますし、はいはい、あ、はい、そういう意味ではちょっとなんかね、そういうこう、まあ子供心というか大人心というか、そういうね、ワクワクするような車、はい、まあ、そんなのをこうメーカーさんがこういうのね、作っていただいたら嬉しいなっていう一台ではありますね。これじゃあ逆にこの状態で残ってること自体が珍しい。あ、そうですね、はい、まあ、ちょっとね、やり感はすごくあるんですけども、はい、その辺、ほんとて、まあ、手直しすれば、はい、まあ、ちょっとね、部品がもうなかなか入手できないようなものもあると思うんですけども、はい、まあ、やっぱりなこういう車っていうのはなんかこう残しときたいというかね、あ、はい、でまだこれ全然ね走れるんです、はいはい、はい、まあ、今ちょっとねナンバーワーの一時抹消って形で抹消しちゃいましたけども、はいはい、ついこの間まで走ってましたから、はい、走ってる感じで言ったらもうすごいね、昔を彷彿させるような、あ、はい、ダッシュ力というか、ラリーとかそういったにはすごく向いてるような車両でしたね、
はい、じゃあこれ昔はラリーで活躍してたんですか、このマーチアールって車は。そうですね、もう前世の時はもうマーチアールばっかり、まあ、BR B クラスっていうクラスはですね、はい、A クラスがまあそういう K のクラスで、はい、まあ、B クラスがこのマーチアール主体のクラスで、まあ、C クラスがまあいわゆる、ランサーとか、はい、はい、入ったような車ですね。なんかあんま日産って競技のイメージがないんですけど。あ、そうですね、はい、先日もね、アクティブクラッチユーザーの方で、GTIR につけさせてもらいましたけど、はい、まあ、日産が本当にこう、まあ、やってた最後の車があの GTIR じゃないかなと思うんですけど、はい、その昔はね本当にブルーバードも含めて、はい、日産も結構ラリーに力入れてましたし、まあ、これもねそのラリーに使うベース車両でしたから、じゃあちょっとマニアにはたまらない、ね、そうですね、はい、はい、こんな綺麗に残ってるなかなかないと思います。そうですね、はい、ホイールもまだこれ純正なんですかね。そうですね、だからもし欲しい方はぜひ、はい、はい、販売もさせていただきますんで、お問い合わせいただければ、はい、そうですね、はい、はい、ということで、じゃあこのマーチアールのご紹介でした。はい、はい、ありがとうございました。